こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はラミーの 0.7 ミリシャープペンシルスクリブルの紹介です。でこちらの商品なんですけれど、まあ、当然ラミーのこの、まあ、紙なんですけど、なかなか高級感のある箱に入っていまして、で、まあ、これラミー2000も一緒なんですけれど、で、まあ、商品としてはなかなかかっこいいですよね。この軸といい、まあ、クリップが、まあ、取り外せるっていうことで、僕的にはデザインがあんま好きじゃないんですけど、ただまあノック感とかこの縁金とかがすごく良くて、まあ書きやすい商品になってます。 0.7 ミリの割には書きやすい商品になっています。でこの後ろのラミーのロゴもかっこいいですよね。で確かこの 0.7 って入って7って入ってるのかな。で商品展開としては、これの 0.7 ミリの他に 3.15 ミリもあるんですが、確かノックのとこがちょっと違う形状になってるっていうので、まあ、すぐにこう触ったらどれかわかるっていう風になってる商品だったと思います。で、これまあ、特徴としては、スクリブルという名の通り、まあ、走り書き、落書きという、名前から取った商品ということで、まあ、ちょっとしたとこにささっとこう、短くて、ちょっとこう出して描けるようなイメージという風な形のデザインコンセプトやったと思いますね。まあ全体的にかっこいいですよ。この軸自体がとラミー2000の軸に似てるっちゃ似てますよね。まあこれもちょっと使っていくうちに光沢感が出てくるんやとは思うんですけれど、なかなかいいですよね。まあラミー2000もいいんですけれど、スクリブルもなかなかいい商品じゃないかなっていうふうに思います。まあ、このブラックとこのアルミのシルバーの光沢っていうか、このコントラストがすごくかっこいい商品になってると思います。うん、いいと思いますね。なかなかかっこいいです。でこちら定価6480円なんですけれど、実際にアマゾンで3400円ぐらいで購入した商品です。まあ、時々底値で3000円弱ちょぼちょぼとかなってたりもするんですけど、まあ3500円ぐらいならまあ、うん、いい値段ちゃうかなっていうふうには思いますね。うん、まあ、まあ、高級シャープペン等に限らず、またいろんな商品紹介していけたらいいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。